天川さんが手帳に暗号を残した理由を知るため、私たちは彼の通勤ルートである北三島駅から池袋を目指すことにした。今のさーって音なんだ。昨日何度か利用した副都心線だが、今日は調査をするという気持ちがあるため景色が違って見える。この時間は結構人が多いですね。そうですね。ホームに続く階段、エレベーター、そして改札。特に何の変哲もない光景ですね。この駅には何もないんでしょうか。わかりません。どこかにヒントがあるのかもしれませんが、一つ一つ調べてみて判断していきましょう。念のため私はめぼしい場所の写真を撮っておいた。さてどうしましょうか。そうですね、とりあえず地下鉄に乗ってみましょうか。行き先は千川さんの職場がある池袋だ。で移動ね、池袋っつってたよね。池袋 Y 自動車本社。北参道から池袋までは5駅向こう、時間にして10分ほどだろうか。席に座っていても浅見さんはどこかしら辺りを見回している。どこかにヒントがあるかもしれないから私も見ておかないと。それにしても今更だけど、まさか探偵の手伝いをするとは思っていなかったな。探偵活動って儲かるのかな。でも浅見さんは趣味みたいなものと言っていたし、なんとなく謝礼とかもらわない人のような気がする。ん？どうかしましたか？いえ、なんでも。それよりちょっと思ったんですけど。何ですか？例えばですね、今までのことをまとめて警察に相談してみるというのはどうでしょうか？警察ですか？ええ、真冬さんはまだ子供だから相手にされなかったとしても、浅見さんから話せば分かってもらえるんじゃないかなと。確かに日本の警察は優秀です。ですが様々な思惑や捜査方法がありすぎるため、逆に動きづらい部分もあるようです。それに比べると僕なんかは警察でも何でもないただの素人ですから、フットワークは軽いし思いつきでいろいろなことをすることができます。確かに素人の気軽さはありますね。はい、それに今回は特に真冬さんのためにも僕の力で何とかしてあげたくて。彼女一人ぼっちになってしまいましたから。そうですね、まだ14歳なのに。浅見さんはゆっくりとうなずいた。お母さんを亡くして今度はお父さんまで、警察にろくに相手にもされず頼る相手がいない彼女のためにもできるだけ力になってあげたいと私も思った。でも千川さんの足取りを追ってヒントを得ると言っても、私は窓を見た。地下鉄の窓から見える風景は当たり前だが真っ暗だ。外は何も見えないわけですよね。
確かに。頭の中を整理しているのか、麻美さんは少し考えるような顔つきになった。可能性を考えてみましょう。あのマークが地下鉄のマークだとして、ヒントは車両内にあるのでしょうか。例えばこの座席とか。私は座席をパンパンと叩いた。通勤時にこんなところを見る余裕はないと思いますけどね。それもそうですね。落ち着いて座れるかどうかも分かりませんしね。車内で目につくようなもの。私は浅見さんがしていたように辺りをキョロキョロと見回した。あった。どこですか。目につくもの、中吊り広告です。あれですよ、中吊り広告。私は得意げに週刊誌の中吊り広告を指さした。なるほど。でもあれは確か定期的に変わるものですから難しいのではないでしょうか。そうですね。そうか、駅のポスターと一緒か。中吊り広告なら暗号のヒントが隠れてそうな気がしたんだけど。車内にはヒントがないのかもしれませんね。え？あのマークと単語の羅列が真冬さんの言う通り暗号だとすると、千川さんは誰かに何かを伝えたかったということになります。それを伝えるためには千川さん以外の誰かがあの文字を見て意味を理解できなければなりません。そのヒントを地下鉄の車両という極めて公共的な場所に隠すとは、やはり考えにくいのではないでしょうか。そうか、じゃあどこでしょう。やはり千川さんの職場なんでしょうか。まもなく池袋。とにかく行ってみましょう。果たして池袋に千川さんの残した暗号を解くヒントはあるのだろうか。日本でも有数の自動車メーカーである Y 自動車。大企業だけあってガラス張りの会社ビルは近隣の建築物と比べてもかなり大きい。編集長には悪いが、私がお世話になっている旅と歴史編集部のある雑居ビルとは比べ物にならないな。大きな会社ですね。ここが千川さんの職場ですね。後で何かの参考になるかもしれないと思い、私は会社ビルの写真を数枚撮った。それにしても大きいな。差し当たってどこから調べましょうか。ここは正攻法で行きましょう。え？正攻法ですか？はい。おや、もしかして探偵だから裏口からこっそり入ると思いましたか？浅見さんは笑って言った。いや、さすがにそれは。実は少しだけそう考えてしまった。浅見さんがガラス張りの自動ドアを開け、私はその後をついていく。扉の向こうは広大なロビーで、その奥に会社の受付が見えた。これはロビーというよりも
ショールームを兼ねているようですね。ロビー内には Y 自動車の新車がずらりと展示されていて、自由に試乗できるようになっているようだ。どれも、とてもじゃないが、私には買えないような値段がつけられていた。ファミリーカーが多いですね。スポーツタイプよりも売れ行きがいいって新聞で読んだことがあります。だから各社こぞってファミリー向けに力を入れてるとか。でもおかしいですよね。少子化だって言われているのに。だからこそ世のお父さん方は家族を大事にしたいのではないでしょうか。たまの休日、せめてもの家族サービスにドライブでもということかもしれませんね。警備員の方に尋ねると、写真撮影は自由とのことだったので、私はロビー内をくまなく撮影した。ロビーには販売用車両に混じって Y 自動車が開発したレーシングカーも展示されている。すごいですね。こんな車なかなかお目にかかれませんね。物珍しさもあって、私は当初の予定を忘れてしまうほど夢中でシャッターを切った。浅見さんが少し困った表情を浮かべているのに気づいた。あ、すみません、そろそろ誰かに聞いてみましょうか。ショールーム兼ロビーを一通り見て回った私たちは奥の受付に向かった。受付で聞いてみるんですか？そうですよ、成功法で行くって言ったじゃないですか。センカーさんとゆかりのある人、例えば同僚の方とか同じ部署の方から話を聞いてみようと思います。そのためにそういう方を受付で紹介していただきましょう。大丈夫でしょうか。まあ当たって砕けろです。そう言って浅見さんはニコニコと笑顔を浮かべながら受付嬢に話しかけた。相手に好印象を与えて話を聞こうという作戦なのかな。だけどこんな一流企業の受付がそんな簡単に社員、しかも自殺したと疑われている個人の関係者を教えてくれるのだろうか。まあでも浅見さんには何か秘策があるのかもしれない。黙って見守ってみよう。ここは黙って見守ることにしよう。すみません、いらっしゃいませ。二人いる受付嬢が営業スマイルを浮かべて私たちを出迎えてくれた。ここの車ってどうやって建物の中に入れているんでしょうか。え？二人はまるで狐につままれたような顔になった。突然そんな質問をされたら無理もないか。私も同じ反応してしまったし。しかし浅見さんも 何を考えているのだろう。ちょっと浅見さん。浅見さんはまあまあというように私を手で制して続けた。まさかビルを建てる前に一緒に入れてるわけでもないでしょう。浅見さんは笑って尋ねた。ふふふ、ええ、特別なエレベーターで地下から入れるんです。ああ、なるほど。いやー、すっきりしました。前々から疑問だったもので。ありがとうございます。どういたしまして。浅
さみさん、何を聞いているんですか？私はあさみさんの腕を引っ張り、声を潜めていった。こういう時でないと聞けないと思いまして。いいから、早く本題に入りましょうよ。私がそう言うと、あさみさんは一瞬表情を引き締め、小声でそう言った。いきなり切り込むよりも、世間話から確信に迫る方が、相手は油断してくれます。なるほど。確かに受付嬢が、先ほどより親しげな雰囲気になっている。ところで、営業の方はいらっしゃいますか？営業部の誰でしょう？営業部の方ならどなたでも構わないのですが、ふと受付嬢の視線が私のカメラに止まり、急に表情から笑顔が消えた。なんか変な顔になったよ。失礼ですが、新聞か雑誌の記者の方ですか？しまった、マスコミと思われてしまったのかもしれない。いえ、これは趣味で持ち歩いてるものでして。私がしどろもどろに答えていると、あさみさんが助け舟を出してくれた。いえ、たまたま外を通りかかったところ、素敵な車がたくさん並んでいたので、車の性能などを詳しくお聞きしたいなぁと。センカーのことをお尋ねになりたいのではないのですか？こちらの心を見透かされたような気がして、私はドキリとした。いきなり先手を打たれ、さすがのあさみさんも次の言葉が出てこないようだ。この女性、探偵の素質があるのかも。仕方ない。そうです、センカーさんについて聞きたいことがあって来たのですが。でしたら私たちは何もお答えすることはできません。上司からも警察からもそう言われておりますので。なんか二人似たような顔してるな。私たちが来る前にマスコミが来ていたのかもしれない。そういった類の人間だと分かった途端、二人とも冷たい口調に変わった。受付嬢に断られたが、それでもしつこく私たちは食い下がった。センカーさんの死に関する大事なお話なんです。ですから、どなたか親しい人を教えていただけませんか？彼女たちからすれば不審者に見えるのだろう。私たちの訴えを二人は頑として聞き入れなかった。何度も言いますが、何もお答えできません。僕たちはマスコミでも警察でもありませんので、余計何もお答えできません。ダメですか。よし、こうなったら、あさみさん、選手交代です。あさみさん、選手交代です。え？いいからいいから。私はそう言ってカメラを素早く構えた。これのせいで失敗したけど、これで挽回してみせる。何をするんですか？警察を呼びますよ。失礼しました。ただお二人がとても素晴らしい被写体だったものですから。私は風景専門のカメラマンをしています。職業柄、美しいものには無意識に反応して、
シャッターを切ってしまう悪い癖がありまして。美しいもの？私たちが？なんか表情変わったけど。ええ。お二人とも受付にただ座らせておくにはもったいないですよ。え？お二人ともモデルでも十分通用します。編集長にも見せたいな。そんな。モデルだなんて。さっきまで冷たい表情を浮かべていた二人がお互い顔を見合わせて頬をあからめている。しかし、無意識とはいえ、勝手にお二人を撮影してしまい、申し訳ございません。デジカメですので、データはすぐに処分いたします。あ、ちょっと待ってください。はい？写真はそのままで結構です。処分だなんて、そんな。もったいない。ねえ。いえ、でもそれは。編集長も残念があると思いますけど、仕方ないですから。千鎌のことでしたよね。え、何がです？千鎌の親しい人間がどうとか言ってましたよね。そうでしたっけ。一応規則で何もお答えはできないのですが、今から言うことはただの世間話ですので。ん？確か千川さんの同僚って皆口さんじゃなかった？そうそう、皆口さんよ。今外出中だけどすぐに戻ってくるはずよね。二人はわざとらしくそう言って少しだけ情報を教えてくれた。私と浅見さんは苦笑しながらその場を離れた。すごいですね。とっさの思いつきですよ。でも思ったよりも収穫がありましたね。大収穫ですよ。同僚の皆口さんか。じゃああそこで待たせてもらいましょうか。どこ場所変わったのこれ。私たちは近くの来客用のソファーに座り、皆口さんが戻ってくるのを待つことにした。しばらく様子を見ることにしましょう。なるほど、ここなら。ソファーからだとロビーが一望できる。受付ではあの受付嬢たちがちらちらとこちらを見ていた。ねえねえ、やっぱりあの二人おかしくない？また変な顔。うっかり喋っちゃったけど、ロッキーに叱られるかもよ。あの怪しい人を二人も会社に入れたんだから。ロッキー？あんな怪しい二人ですか。さっきはニコニコしてたくせに。それにしても悪口は聞こえないところで言ってほしいですね。そういえばロッキー、最近ピリピリしてるわね。うんうん、何があったんだろう。ロッキー？さっきから何でしょう。犬の名前でしょうか。はは、犬に叱られることはないでしょう、多分。彼女たちの口ぶりからすると、上司のあだ名ですかね。ああ、なるほど。
でも変わったあだ名ですね。まあ、あだ名なんて多かれ少なかれ変なものですよ。あ、受付に誰か来ましたよ。いらっしゃいませ。なんだか我々の時とは対応がえらく違いますね。そうですね。受付の前に女性がいる。誰だろう。千川課長。今。はい、確かに千川課長と。行きましょう。私たちが受付に戻る頃には、その女性はエレベーターに乗ってしまい姿を消していた。誰だったんだろう。ちょっと失礼。先ほどの女性は？こちらの社員の方ですか？お答えできません。そんな、さっき教えてくれたのに。少し後悔してます。後悔してるんだ。二人ともすっかり元の冷たい受付嬢に戻ってしまった。同じ手は二度と通じないだろうし。どうしたらいいんだろう。では、どちらの会社の方でしょうか。会社名だけでも教えていただけませんか。取引上のことなのでお答えいたしかねます。じろりと受付嬢が睨んだ。と言うと、ここの社員ではないということですね。あ、浅見さんの声に二人が顔を見合わせた。なるほど。冷たくあしらったつもりが、この二人はまたまた私たちにヒントを与えてしまったのだった。怒りをあらわにした受付嬢たちから逃げるように、私たちは再びソファーに戻り、皆口さんを待った。さっきの女性、千川さんの知り合いですかね。それは分かりませんが、彼女を見つけて聞いてみるという手段が増えたことは確かですね。受付嬢よりは教えてくれるかもしれませんね。ははは、そうですね。あ、お帰りなさい。お帰り？今、確かにそう聞こえました。誰かが戻ってきたようだ。慌てて私たちはまた受付に駆けつけた。受付の前にスーツの男性が立っている。おそらくここの社員だろう。メガネをかけた生真面目そうな人だ。ちょうどよかった。すみません、こちらの社員の方ですよね。私ですか？あ、その人。受付嬢がダメとばかりに手を振っている。だが男性は何のことだか分かっていない様子で首をかしげている。そうですが、何か。千川明彦さんのことでお話が。千川が何か。その名前を聞いて男性がひどく慌てている。お知り合いでしょうか。ええ、同期でした。ひょっとしてあなたが皆口さんですか。
ですが。受付嬢がものすごい剣幕でこちらを睨んでいる。すみません、ちょっとあちらでお話を伺えませんか。私はそう言ってさっきまで座っていたソファーを指さした。はあ、事情がよく分かっていない皆口さんを引っ張るように受付嬢たちの前から連れ去った。ソファーに座ると皆口さんはじろじろと私たちを見た。お見かけしたところ警察の方とは思えないのですが。すみません、強引なことをしてしまいまして、ちょっと事情がありまして。受付嬢たちがまだこちらを睨んでいる。はじめまして、お忙しいところをすみません。こちらは銀南さん、私は浅見と申します。浅見さんが名刺を渡すと皆口さんも丁寧に頭を下げ名刺を取り出した。改めまして皆口です。警察の方じゃないと言いますと。相関図に皆口高尾が追加されました。皆口高尾、 Y 自動車の社員、眼鏡をかけており真面目そうなタイプに見える。前川明彦の同期で独身らしい。戻る。新聞記者さん、それとももしかして探偵さんか何か。なんて言おう。はい、実はそうなんですにしよう。はい、実はそうなんです。え、本当に探偵さんなんですか。あ、いや、そんな大したものではないのですが、実は亡くなった千川明彦さんのお嬢さんの依頼で千川さんの死について調べているんです。お嬢さんというと真冬ちゃん。はい、皆口さんは先ほど千川さんとは同期だとおっしゃっていましたが。そうです、同じ部署でした。同期で本社に残ったのは3人だけなのですが。どうしてあいつが死んでしまったのか。あれ、でもちょっと待ってくださいよ。どうして探偵さんが。確か千川は自殺だったと警察の方からお聞きしましたが。それは警察の判断であって、そうでない可能性もあります。ですから私たちがこうして調べているというわけです。なるほど、確かに千川が自殺するなんて私も考えられませんでした。ありし日の千川さんを思い出してか皆口さんは目頭を軽く押さえた。皆口さんは先ほど同期は3人とおっしゃいましたが。はい、そうです。千川さんと皆口さんともう一人いらっしゃるのですか。はい、中森という男が経理部にいたのですが。いたと言いますと。まさか。実は自宅で強盗に襲われて3ヶ月前に亡くなりました。お？皆口さん、わかる範囲で結構ですので、その事件のことをお聞かせいただけないでしょうか。ここだけの話にしてくださいよ。会社にとってはあまりいい話ではないので。皆口さんは声を潜めた。
わかりました。私も浅見さんの隣で大きくうなずいた。僕の想像ではおそらく。ん？何の音だ？誰かいるのか？空き巣か？誰だ？ここで何をしている？待て！ということではないかと。想像の話これ。つまり中森のマンションに泥棒が入って揉み合っているうちに転んで頭を打ったらしいのです。そうだったんですか。相関図に中森文弘が追加されました。相関図の千川明彦、中森文弘、皆口孝雄の関係が発覚しました。中森文弘、自宅のマンションで強盗と揉み合いになり不慮の死を遂げた。同期の千川明彦と仲が良かったらしい。戻る。犯人はまだ捕まっていないようです。二つの事件？浅見さん、千川さんの件とこの事件って。わかりません。ですが、どこかでつながっている気がします。私も、なんとなくそう思います。